何よあかり、ニヤニヤして。だってミノーちゃんに私の初めてを捧げちゃったから。ああ、次回予告のこと。今日は噛まないように頑張ってね。違うでしょ、ほら列車の上で。メノちゃんたら私にちょっぴり強引にあんなことやこんなことを。知らない人が聞いたら誤解されるからやめてくれる。ほらまた時間なくなってきてるわよ。はーい、次回ことガルムでメノちゃんとお泊まり、入浴シーンもあるよ。のまき、お楽しみに。サブタイトルに余計な言葉つけない。